ようこそ古代のロマンあふれる文化の里恵泉町にお越しいただきました。なんといっても町の一番の自慢は大塚古墳です。我が国における装飾古墳の頂点として昭和27年に国の特別史跡第1号に指定されています。大塚古墳に隣接して大塚装飾古墳館もあり、古代のロマンに浸ることができます。大塚古墳以外にもこんぴら山古墳、天神山古墳など多くの前方後円墳が存在し、古代この地は中心的な役割を持っていたのではないかとも考えられます。また恵泉町には長崎街道も走り、江戸時代には多くの文化が行き来していました。このように恵泉町は文化に育まれた町。大塚古墳は JR 恵泉駅から歩いておよそ5分です。ぜひお越しください。